ただいまスタートしたレースは、レースナンバー66、女子ダブルスカル、準々決勝4組、沖川より1レーン、鳥取県米子西高校、2レーン、長崎県大村高校、3レーン、埼玉県浦和商業高校、4レーン、愛媛県松山東高校、5レーン、山梨県吉田高校、6レーン、新潟県新潟南高校、以上6クルーで行われています。このレース3位までが明日の準決勝に進出します。落とし物の連絡をします。選手監督駐車場の横の公園付近で鍵の落とし物がありました。お心当たりのある方は本部までお越しください。繰り返します。選手監督駐車場あたりの公園付近で鍵の落とし物がありました。お心当たりのある方は本部までお越しください。500メートルの通過順位をお知らせします。4レーン、3レーン、1レーン、2レーン、5レーン、6レーンの模様です。Thank you.